ちょっと声が聞こえなかったね。もう一回いきますよ。皆さんこんにちは。はい、北名古屋市からやってまいりました。北名古屋初夢列車です。さっきのね、夢舞台さん本当に素敵な着物で素敵な踊りで素敵だったんですけど、ちょっとガラリと雰囲気を変わって、はい、ちょっと踊らせていただきます。なんと一年に一度のよさこい夢祭り、お祭りに間違えて、子どもたちが元気に遊んでいると間違えてフィンランドからなんと季節外れのサンタクロースがやってきてしまいました。さあ、サンタクロースと子どもたち、一体どんなことになるのでしょうか。それは見てのお楽しみです。最後までごゆっくりご覧ください。何して遊ぶ？鬼ごっこ、かくれんぼ。みんな楽しそうだね。あ、サンタさん、どうしてここに？まだクリスマスじゃないよ。みんなが楽しそうだったから。大丈夫だよ、サンタさんも一緒に遊ぼうよ。ありがとう。じゃあサンタさんからのプレゼントだよ。トナカイのソリに乗ってサンタのせやってきた。プレゼントなんだろうな。みんなでクリスマス楽しもう。